はい、こんにちは、イレイ君です。ということでして、今日はロスストの動画です。チャレンジ1の9をやっていきましょう。はい、パーティー編成は9人編成です。ランスロットは1使用しております。で、これだと結構きつかったので、最後きついので、火力上げるためにコーネリアいる方は連れてきてください。で、他にもスザクとかね、ランスロットある方は、スザク、ランスロットに乗せてください。で、コーネリアない方は、スタンで止めましょうかね、最後ですので、星さんのルルーシュを連れてきてください。スタンルルーシュ、誇りにかけて。はい、それでは行きましょう。はい、まず、バーチですね。千葉を下向き、これ、ダールトンじゃない、ギルフォードの剣です。で、千葉パイセン、はい、ギルフォードの剣強いですからね。で、タンクを置きます。はい、キューベルダールトンを先置ける方は置いてください。置けない方は、スザクタンクで。はい、まずこういう感じにして、ここズッポシ行っちゃいましょうか。まずね、ここ、はい、ズッポシ、はい、4体ぐらいかな。はい、で、上段来ますので、はい、コストを回復して東堂行っちゃいましょう。はい、で、ここダールトンヒーラー出ましたよ。ここ下4列分行けますので、ここ届きます。で、浦部ランスロットは左向き、はい、で、あとはヒーラーを入れるだけです。で、下段ランスロットなので、ブロック2なので気をつけてくださいね。こういう感じで、スキルをね、うまく使ってください。で、ヒーラーここね、浦部前出した理由はここヒールに入るようにしております。はい、まだ敵はね、序盤、あ、ここズッポシいけますね。はい、ズッポシね、4体ぐらい、5体いった。で、はい、これね、千葉のところねをコーネリアに変えれる方はコーネリアに変えてください。はい、ここね、いつも言ってる通り、コーネリアはね、攻撃上げてくれるのがめちゃくちゃ強いので、もうこういう時はね、しっかりコーネリアに変えてください。ここら辺結構危ないですよ。大丈夫？まだ大丈夫ね。上ズッポシはまだかな。あ、ここズッポシ、あ、これは5体一気に行きました。で、大丈夫かな。これほんとギリギリなので、止めて、見ていきますよ、これ。で、ヒーラーもスキル溜まっていますね。ヒーラーはまだ使っちゃダメだよ。大事なとこで使いましょう。スザクは、使おうか、ここ。ここ使おう、スザク。で、いっぱい来たよ、これ。ミレーはね、これダールドンキだから、たまに引っかかってね、1体ぐらい入るときあるんですよね。はい。大丈夫？で、そろそろ9割ズッポシ。わー、上段だけ。もう下段はね、ちょっと詰まってきた？下段大丈夫。これほんとギリギリだからね。これコーネリアが、いるとかなり楽になるんだけど、次、どこ行こう？浦部行こう、浦部。ね。浦部しっかり、これ2体入ってるかな？ 2 体入ってる。で、もうさすがにこれヒーラー、あれ？ヒーラー、あ、違う、逆だ。チャーリー、どこ？こっち。大丈夫。はい。で、キューベルはまだ？で、これね、多分、下から2番目がね、危ないの。バーチを抜いて、はい、ジェレミアをここ。はい、ストッピング。これ、もし、いなくても、ちょっと、わからないけど、抜けたかわからないけど、今、とりあえず置きました。はい。これで大丈夫。浦部、撤去しましょう。はい、これ大丈夫ですね。抜けてないですね。で、これ今の見るとギリギリなので、スタンルルーシュね、シャーリーの左側に右向きとかに置いて、止めてください。スタンルルーシュ持ってきた方はね。で、コーネリアある方は途中で、千葉をね、コーネリアに変えるだけでかなり戦闘力、全体の戦闘力が上がるので楽にクリアできると思います。さっき言った通り、ランスロットタンクでつけれる方とか、グレーンある方は出してください。はい、そして今日はとうとう公式生放送があります。
ナイトオブラウンズ参戦ということで、他にもね、多分運営さんいろいろ変わりますよね。うん、変わる、間違いないね。いや、ほんとすることがなくてね、もう虚無状態なので、運営さんお願いしますよ。アリーナアナザーストーリーね、これ解放あるんじゃないですか。はい、ということで、生放送はいらない、僕配信ライブいらないね。僕動画だけの人でいいでしょ。見たい？え、見たいの？待ってる？生放送待ってるの？じゃあやっちゃう？じゃあこのいいねは、あの生放送してボタンだから、これ押してくださいよ。で、よかったらチャンネル登録、左上のツイッターフォローお願いいたします。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。